行ってきたので、笑っちゃったのがさ、あのその喫茶店でメニュー渡されてさ、どうしようかなって思って、あ、じゃあチーズケーキとなんかカフェオレ頼もうかなって思って、チーズケーキとカフェオレでって言ったら、店員さんがみたいな、なんか何にも言わないでって顔をして、でえってなって、えダメです、注文ダメですかって聞いたのかな、聞いたっけ、私が。なんかそしたら、こちら今なくてって言われて、え、じゃあミルクセーキがあって、あ、珍しいって思って、じゃあミルクセーキでお願いしますって言ったら、すいませんって言われて、じゃあなんて言ったんだっけな、じゃあクランベリージュースでって言ったら、またって顔されて、すいませんって言われて、え、何なら大丈夫ですかって聞いたの、私が。そしたら、今日バナナジュースしかございませんって言われて、みたいな。なんかしかも、例えばドリンクの種類が3つ4つぐらいしかないお店の中で、今日はバナナジュースしかございませんだったらわかるけど、マジ私数えたら飲み物40種類あるの、いろんなカフェオレ、アイスコーヒーとかも、でなんとかスムージーとかも、いろんな40種類ぐらいあって、ケーキも10種類ぐらいあって、あとなんかほんとお食事もあって、いろんなメニューがあるのに、今日頼めるのはバナナジュースだけ。え、そう、最初から言えばいいぞ、それなんですよ。そうだから、でも私バナナジュース好きなんですよ、だから、あ、バナナジュースでって言ったんだけど、めちゃ面白くない？で、あたり 見回したらバナナジュースしかみんな頼んでないのでもだよ、すごいちゃんとそれなりに人入ってるんですよ、それなりに人入ってるし、店員さんも一人じゃないんです、 2,3 人いるんですよ、 2,3,4 人もっといるかな、 しかもかなり大きい喫茶店で、1階だけじゃなく2階席とかもあったりするんですよ。で、私ここに来るのが2回目で、中に入るのは1回目だったんですけど、最初その喫茶店に入ろうと思ったら激混みすぎて諦めたんですよ。で、今日は空いてたから入ったんですけど、まさかのこんなバナナジュース専門店だとは思わずに、でも全然それにみんな違和感を感じてなくて、私の隣のテーブル席はもうなんか多分ちょっとお偉いさんの、多分会社の方2人ぐらい多分いたんだけど、みんな何も違和感もなくバナナジュースを飲んで普通に打ち合わせをしてて、え、もうなんか私、なんか私だけがおかしいと思ってる空間なのかなって思っちゃってなんか錯覚に陥ってた、あれみたいな。すごいみんなさ、若い子もそうだし、私よりもだいぶ年上の方とかもみんな当たり前のようにバナナジュースで、え、ドッキリだったのかなあれ私違和感感じてるの、ここの喫茶店に違和感感じてるの私だけって思って、おじさんがバナナジュース、いや、それはいいでしょもしかしてバナナジュースを頼むのが当たり前だったが、それ以外頼んだ時に不思議に思ったのかな。ね、若い子もお偉いそうの方、バナナジュースをなんか話聞いてるふうには十分違和感を感じ、そうでしょ、そうでしょ、だから私そう、ピーポーすごいなってる、すっごく私は違和感に感じたんだよね、何だったんだろうあれ、
すごい老舗っぽいの。老舗っぽいし、結構私そこ行くの楽しみでインスタとか見てたんですよ。それなのにちゃんとインスタではなんかナポリタンとかカレーとかなんかちゃんと喫茶店らしいものがあったのに。バナナ大量にご発注しちゃったのかな。明日も行ってみようか。なかなかにショックでしたね。まあ美味しいからいいんですけど、なんかさ、私そういう外で飲み物を頼むときに氷どれぐらい入ってるんだろうっていうのを結構想像しちゃう人なの。なんかさ、コーヒーショップ、まあ、ドトールしかり他にもいろんなさコーヒー屋さんあるけど、なんかもうほとんど氷なんじゃないのこれみたいな時あるじゃないですか。だからさ、すごい結構大きめサイズ頼んだと思ったらさ、あれ飲むのめっちゃ早かったってことあるじゃん。今日の喫茶店もそうだった。バナナスムージーにとんでもなく氷が入ってて、だからスムージーにまず氷入れてほしくなかったんだけど、まあちょっと不思議な世界でしたね。某スタバでコーラフラペチーノ、美味しいのそれ。なんかそのコーラフラペチーノじゃなくて、なんか水、なんかクリーミーコーヒーなんちゃらかんちゃらかんちゃらみたいなやつは飲みたいなって思ってるけど、氷抜きで、氷抜きだとなんか値段上がるとこあるよね。普通のコーラの方が好き。だから私はなんかもう氷もったいないって思っちゃう人だから、というかそのジュースとか頼むと、まあ、氷がね必ず入ってるじゃないですか、どこの大体お店も。甘い飲み物って基本的に氷が溶けたらなんか美味しくなくなっちゃうって思っちゃう人なんです。なんかオレンジジュースとかさ、リンゴジュースとか頼むけど、なんか時間置いたら氷も溶けすごい薄まってで売っちゃうじゃないですか。それが私好きじゃなくて、だから薄まってもあんまり味に影響のないものを頼む。例えばお茶系は私割と薄まっても平気な人だから、お店ではねジュースとかあんま頼まないんだけどね。まさかのバナナジュースにも、まあ今日はバナナジュースしか選択肢がなかったんだけど、そうなの、もったいないよね。でなんか私は考え方的に飲み物関連の話で言うと、なんかよく例えばこの間もスタッフさんとご飯行ったんだけど、本当に飲み物飲まないよねって言われたの。まあのあんま飲まない人なんだけど、今よくないんだけどね、飲んだ方がいいんだけど、ご飯行った時に私本当に飲まないんですよ。でもそれには理由があって、あの私飲み物ねお腹いっぱいになるのが好きじゃないんですよ。ちょっとどういうことって思うよね。そう、お酒でお腹いっぱいにしたくない人なの。お酒でお腹いっぱいになるぐらいだったら美味しいご飯でお腹いっぱいにしたいって思ってるタイプの人なの。だから私は誰かと飲み行った時にお酒を飲むことってほとんどしないの。お酒ってさすごいお腹膨れるしトイレも近くなる。いいことないじゃん。あ、新生モリポジャパン、モリポジャパン森安まどかさんがあのゴールキーパーの怒られろ。モリポジャパン私応援してますよ。お酒お腹いっぱいにならないよ。え、飲み物ってすぐお腹いっぱいになるじゃないですか。私は
お酒でお腹いっぱいになるのが嫌だから、ご飯でお腹いっぱいにしたいから、私はご飯を楽しみたい人なの。なんかさ、ご飯食べてる時にさ、お酒飲むことを楽しみにしてる人っているじゃん。それってそれもね、すごくいいことだと思うし、そういうそれが好きっていう人の気持ちもわかるんだけど、私は多分そういう人とは多分一緒にご飯行っても楽しくないんだよね、割と。そう、お酒飲むことが目的の人とはね、私ご飯行っても楽しくなれないの。食事を楽しめる人とじゃないとね。そうなんだよね。で、結構みはるとかもそうなの。みはるって外でお酒飲まない。あの子は家で晩酌を一人でやってるタイプの人で、外ではちゃんとご飯を楽しみたいっていう子だから。レイニアとかもそう。なんかそういうこと、私結構仲良くなれるんだけど、わしは飯より酒を、飯より酒っていう人もいるよね。そう、それも全然正解だと。お酒苦手。私もね、お酒ね、好きじゃ、嫌いじゃないけど、マジうまいなって思うお酒とはそんなに出会わないかも。あ、シャンディガフは好き。うん、シャンディガフ好きだね。ただシャンディガフとジンジャーエール2つ置いてあったらジンジャーエールを飲むねアルコールいらないんだよね、私割と。お酒よりおつまみ派。あ、わかる。あとこの間テキーラ飲んだことないけど、私めっちゃ恥ずかしかったことがあって、もともと NGT の時にお世話になってたスタッフさん2人と私でご飯行ったので、普通にちょっとおしゃれな焼肉に連れてっていただいて、で私人生でおそらく初めて2軒目というものを経験したんですよ、この間多分。でバーに行ったんですよ。でバーって私初めて行ったんですけど、暗いのよ、すっごく。で私さ、てっきり節電してるのかと思ってほんと世間知らずで申し訳ないんですけど、だからそのスタッフさんに、あ、なんかやっぱ節電の時期ですもんねとか言っちゃって、めちゃくちゃ笑われました。ね、ほんとそういうこと言わないでって言われてすっごいその暗くて若干ライトがついてるみたいなお店だったから、私もう節電してるんだと思ってあ、だからなんかやっぱりね、東京はすごいやっぱ電力使ってるから、やっぱこの夜の世界もやっぱ心がけていらっしゃるんだって思って、え、そうなの。てっきり節電してるかと思ってた。でその後なんかメニューがなかったのよ。でいやもう言ってくれたものは何でもって言ったから、私じゃあもうお酒のこと知らないからシャンディガフでって言ったら、ビールはございませんって言われて、もう私ビール以外知ってるお酒なんてほとんどないから、え、もう私の手持ちの知識ないですみたいな。そう、バーテンダーさんももうほんと、もう何ちゅう子を連れてきたのみたいな感じだったから。で結局じゃあどういうのがいいですかって聞かれて、どういうのって言って、一生懸命私がもう知識を
考えて考えて考えまくった結果、あのカルアミルクしてたから、あカルアミルクお願いできますかって言ったら OK ですって言われて、久しぶりにカルアミルク飲んだんだけど、マジで普通のコーヒー牛乳すぎてアルコール感全くないの。でも確かに飲んだら体は熱くなったりとかして、すごく多分アルコールの濃度が強いんでしょうけど、これだったら別にアルコール入ってる必要ないよねとか途中思っちゃったりして、本当に夜の世界に向いてない女もうバー二度と来るなよって多分思われたと思う。すいません本当に。そうミルク入ってるとアルコール感感じにくい、確かに確かに。モスコキュール、知らない、聞いたこともない。ソルティドッグって何、知らないんだけど。でも NGT 卒業してからはこの間ね、先日一昨日3日前4日前とかにバーに行って初めて、そのちょっと前は1ヶ月前ぐらいはあのスナックに行きました。実はこれはね、あのお仕事が終わってすごい仲良しのメイクさんの方が、まあ、ちょっとなんかへこんだことがあったらしくて、今から会おうよって言われて、あ行こうかなって思って行ったら、あのじゃあ奈々子スナック行ったことあるって言われて行ってきたんですよ。そうもう本当にお母さんママとその娘さんなのかな、わかんないけど2人が経営してるところ、ちょっと古い場所なのかな。で私たちしかいなくて、なんかね、そう私お客さん側として、なんかやっぱ私もそのどちらかというとスナックはお客さんじゃなくてそっちがママ側に回った方がいいって思ったやっぱ人の話聞くの好きだから、なんか結構ママがなんとかかんちゃらでかんちゃらかんちゃらで、なんかどういう結構その私の悩みを聞き出そうとしてくれて、私たちの、いや私割と聞いてる方が好きだなと思って、ママ私ママ側に行った方がいいわって思った。ただまあ私そのカラオケとかあんま好きじゃないんですよ、正直なこと言うとね。でその申し訳ない、私が本当に良くないところなんだけど、やっぱ初めて行った場所でノリが、私がもうノリ悪くて、私がどうしたらいいかも分からなくて、なんか歌ってよって言われても、いやって言って断ってたの、ずっといやさせんみたいな感じで。でそしたらママに私怒られてあなたさあれでしょ、芸能やってる子なんでしょ、そのメイクさんはそのママのと仲良しで私のことを紹介したの、元 NGT とか言わないけどこう表に立つ仕事をしてるっていうことをはもうママは知ってて、私のことで、あなたね芸能のお仕事してるんでしょ、これから芸能活動で一皮むけるにはこういうところで何事もチャレンジすることが大事なの、そういう気持ちがないならダメってマジな説教されて、もう途中から私もそれで割となんかえってなっちゃって、でそれで別にママの言ってることは分かるし、ただその日を経て私は分かったことは、私こういう夜の世界、まあ文化向いてないんだっ
っていうのを学んだよね。そこでシンプルに居心地が悪いとかじゃなくて向いてないって思った。なんかね、思ったね。今まではそういうとこ行ったことないから知らないだけだって思ってたけど、私そういう世界今まで知らなかったけど、知ってみて思ったけど向いてないんだって思って、二度と行かないって思った。オカマバー行こうよ。聞いたことないんだけどさ。そう、居酒屋がいい本当に。強制されると嫌だ。そう、強制、駅伝に詳しすぎるスナック開業してほしい。絶対いらないじゃん、誰が行くの。会社入って新入社員の時は、そう、私も今日この間先日ご飯行った元スタッフさんは今別のね会社で働いてるんだけど、よく飲み連れてかれるって言ってましたよ。まあそう、いい経験、一回は行くことが大事だ、大事、別に知らなくてもいいことなんだけど、まあ一回ね人生経験として行くのはありだなと思ったので、まあ一応行きました。で、向いてないことが分かりました。ですごい、国立競技場こんなに人入ってんだ。関東インカレの時もガラガラだったのに、陸上日本選手権の時もガラガラだったのに、すごいな。やっぱサッカーってすごいね。サッカーとか野球ってやっぱ集客がすごいですね。そう、楽しくお酒飲めればいいの。私も割とね、今まあ言うて私も正直、あ、かげちゃんだ、すごいな、こんなところにいるの、かげちゃんすごいじゃん、すごくすぎない。堂々、この子さ度胸あるよね。ドラフトの時さ一緒にさあ同じお部屋とかになったけどさ、根性あるなあ、かわいい。部屋飲みが一番。本当、私はお酒は基本的に飲んでも月 1,2 ぐらいだと思うな。少なすぎ。でも本当に1回しか飲まないかも。その1杯しか飲まないことが多い。とりあえず付き合いでなんかお酒飲んだ方がいいみたいな時あるじゃないですか。だからとりあえず人付き合いのためのシャンディガフを頼んで2杯目からはなんか普通にウーロン茶頼んでることが多いな。興味ないからやっぱ。待って、西村っていう選手いる、弟、あ、お兄ちゃん、どっち。やばい、西村拓真選手ってフォワードの選手がいる。やばい、親戚だわ、絶対に親戚出てます。虚言癖、親戚出てます。親戚はあれかな、スタメンかな。すごい、影山優香が生解説って書いてある、すごすぎだろ。お酒弱いかどうか、いや、わかんないです、正直わかんないかも。その割と皆さん自分の限界まで飲んで、あ、自分が強いか強くないかっていうのがなんとなく分かってくるじゃないですか。私それをしてないんだよね、実は。ほとんどね、
テレビすごい上の方にある、そう上の方、今すごいテレビ近くで配信してる、上の方、確かに上の方にあるね。明日後輩呼んで部屋飲みする予定なので今日から料理作ってます。すごいじゃん、いいな、なんか素敵だね。部屋飲みとかしたことない。わすごい、髪色すごい、紫ブリーチしてんのかな、わかんない。基本的に顔に出ない人はお酒強い。なんかさ、顔赤くなっちゃう人っているじゃないですか、心配になるよね。その本人は全然顔赤くなりやすいって言ってて、別に酔ってないって言ってるけど、こっちからすると、え大丈夫ってなっちゃうよね。そう、すぐ顔赤くなる人いるよね、お酒飲んだら。私別にね赤くならないと、お酒ではならないけど、お酒でさ顔赤くなったら、でもそういう人ってあれだろうね、酔ってるでしょって聞かれるの嫌なんだろうね。ビールよりコーラが好き。私コーラ飲まない、お酒弱い。お酒ね、あんまり興味ないな。だからさ、これ超わがまま言うと、なんかそのこれさ多分誰も理解してくれないんだろうけど、やっぱ私はさっきも言ったんだけど、ご飯食べに行くときは、お酒飲み行くときはお酒じゃなくてご飯食べることがメインの人の考えだから、とりあえず居酒屋さんとか行ったら飲み物とりあえず先頼もうって言うじゃないですか。私は違う考えなの。え待って、料理の方が後から出てくるから料理先頼みたいって思っちゃうんだよね。でもそれは多分常識知らずだって思われるから言わないんだけど、本当に身内とご飯食べた時だけ、あのもう飲み物と、もうそのついでに頼んじゃうんだけど、とりあえず飲み物頼もうが私わからないの。なんでご飯からじゃないのって、飲み物なんですぐ来るんだからさ、先にさ唐揚げ頼もうぜみたいな。早く飲みたいが私わかんないんだよね。ご飯でお腹いっぱいにしたい。そう、でもそれがね付き合いなんだよね。そう、居酒屋でご飯物食べるの、食べるよ。居酒屋でカレーライス頼むんだけどなんかちょこちょこ食べるのが好きじゃないの。そのそうカルパッチョとかさ、なんかそのお刺身とかさ、一人一切れしか食べれませんみたいなものを頼みたくないので、シェアするのも好きじゃないから、マジ外食向いてないわ。本当に家で食ってろって感じの人。いや私ね、シェアするの好きじゃないの。その一口ちょうだいは全然いいんだよ、正直それはまだ全然 OK なんだけど、その例えばなんだろう、じゃあカレーを注文したら取り分けてみんなでちょっとずつ食べましょうが、なんでなんで懐石料理に向かなそう、料亭の方が良さそう。そう、一口と友達とシェア嫌いなの私。だからまあそのピザとかのシェアはいいんですよ全然。
ピザ全部食べようとは思わないですよさすがにね。鍋、あ、鍋は平気だわ全然全然言ってることめちゃくちゃだね。鍋はね、あーでも鍋もね、なんか気使うかも。その温野菜とかだったらいいんだよ、しゃぶしゃぶ温野菜とかだったら。いやー鍋、まあでも好きだけどね。例えば唐揚げとか春巻きとか、そのそういうちゃんと一個になってるものは別にシェアするのはまだいいんだけど、麻婆豆腐とかさ、鶏皿が必要なやつは嫌い、シェア嫌い。え、私さ一回さ、その友達とさ、あのケーキ屋さんに行った時に、もう当然のことながら私は一人一個食べたいわけですよ。そんな、そう、一人一個が私はいいんだけど、友達が「これとこれ食べたい、どうしよう、え、ななこちゃんどっち食べ、ななこちゃんどれ選ぶの?」って聞かれて、私はこれかなって言ったら、私もそれ食べたいと思ってた、じゃあさこれとこれを注文して2人でその半分ずつしようよって言われた時に、もう断れないから「うんそうだね、うんうん」って言ったけど「うんうんうん」って言ったけどね、あのもうテンション100マックスだったら40ぐらいになってたなんでシェアがね好きじゃないんだろう、めんどくさいのかな、女子あるある、女子あるあるなのよね。家族とかだったら全然いいんだけど、私はあえて同じもの、同じのを頼んでシェアを回避します。すごいね、その考えなかったわ、すごい。確かにそう、ご飯食べるときに気を使いたくない、そう確かに。うわー、なんかさ、これ言っていいのかな、なんかまあ私の友達、まあ学生時代のお友達なんですけど、もうお互いね大人になってるんだけど、まああのくっつきそうな2人がいたんですよ。あ、この二人もう卒業してだいぶ経ってるけど、あ、今後もしかしたらいい感じになってるっていう二人がいたのね。私は二人とも同じクラスなんだけど、で私はその女の子と仲良かったの。だから三人でご飯行こうってなって、11月ぐらいかな、そうだね、落語やってる時だったから11月ぐらいに、私とそのいい感じになりそうな2人でご飯行った、3人でご飯行った時に、なんかその男の方が超頑張ってたの。というかもう多分インターネットに書いてある情報を全部そのまま行動に移してるんじゃないかっていうぐらい、なんかなんて言うんだろう、例えばその女の子が、あのなんだっけ、レモンサワー頼むってなったら、じゃあその人も、じゃあ
僕も同じのでみたいな感じのことを言ってて、でその女の子が2杯目になんだっけレッドなんちゃらトマトと、まあ、なんか分かんないけどなんか飲み物を頼むって言ったらなんか僕も同じのでみたいな感じで、でなんかそのもう本当に マニュアル レッドアイそう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 、で確かに私なんかのテレビで僕も同じのでっていうなんか同じものを頼む男性にキュンみたいなやつ聞いたことあって、それ実行してんのかなって思って、で結局その男の子は同じものを楽しみすぎてで結局そのご飯会は普通に終わったんだけど、私女の子から帰り女の子と一緒に帰ってて、そしたらえなんかさあの人さ私とさなんか同じものばっか頼んでマジキモかったんだけどみたいな、だから私さ絶対さあいつがさ頼まないと思ったさレッドアイ頼んだんだけどさマジそれもさ合わせてきやがってマジビビったんだけどみたいなこと言って、結局それでその女の子冷めちゃってそれでさ何もなくなって、結局本当にあれからね一回も二人会ってないらしくて、そうもしかしたらなんか私はねあすごいこの二人がこれからカップルになっていく素敵な瞬間見れるのかなとか思ってたら、そう普通にしとけばよかったのにね、絶対もう絶対この二人はあいい感じになるなって思ってたのに終わったね。しかも出会いもちゃんと素敵だったんだよ、なんかその本当に高校中高校時代大学時代は全然お互いあのそんなに会ってなかったんだけど、就職した時に就職先が同じになったんだって、で就職してからも部署が違うから会うことがなかったんだけど、あのまあ部署が同じになってみたいな感じで距離が縮まって付き合うかもってなって、で私がちょうど東京に帰ってきたからえなんかさ3人でご飯行こうよってなって行ったけどマニュアル通りに多分実行した結果裏面出ちゃってました。奈良子はそれを見てどう思った？え私は最初そんなに気になんなかったけど、でも確かにあすごい飲み物の好み合ってる合うんだめっちゃ同じじゃんとは途中から思ったよ。さすがに私はもう最初にそれこそシャンディーガフ頼んだ後ずっとウーロン茶とかカルピスソーダとか頼んでてたんだけど、なんか結構女の子が可愛い系の飲み物とか頼むときもあじゃあ僕もとか言ってたからへえほんみたいな思ってたけど、気合が入りすぎたんだね。でもそれ同じのを頼むってありらしいよ、テレビで見たいつだって人の情報で生きてる、それってもともと女性がそれほど気がないでしょ。あもうそうかもしれないね。うん私はあんまりよく二人の関係性を知らなかったけど、まあ付き合うんじゃないかなと思ってたけど、キモいんだけどって思っちゃう？キモいんだけど思わないけど、まあもうだってもうずっと古くからの仲間だから、仕草を真似る？男性が時計見て私も時計見るとか携帯いじったら携帯いじるむずでなんか女の子でリップ塗り始めたら男性もなんか保湿のリップ塗り始めるみたいな、むずいな。もしさだって私がこうやって髪の毛触ったら男性も触るの？やだよそんな人。
ああ、調理場やオーダー大変かなと思って同じものを頼むときある。ああ、すごい優しい。そこまで考えてるんだ。すごいね。私そんなとこ考えたことないわ。難しいね。前髪気にする。リップ持ってないから何を塗れば。そうだよね。昼それそれ、あ、そう、私これね変わってるのかもしれないんだけど、夜ご飯を誰かと食べ行くんじゃなくてお昼ご飯食べ行く方が好き。なんかランチの方が楽しいんだよね私。お酒関係ないから。夜はやっぱさ、お酒を飲まなきゃいけないみたいな、やっぱなんとなくあるじゃん、付き合いとかでね。お昼ってさ、もちろんね、お昼からお酒好きな人もいるけど、基本的にね、お昼はやっぱね、ご飯に集中するじゃんね。ちょっとね、西村さんがいないわ、スタメン。ショックです、ショックです。森ポジャパン西村さんいなかったです。やば、堂安さん年下なんだ。そう、私ねランチ好き。モーニングもねいいよね。やっぱランチが好きだな。だからさ、昨日とかも私カレー食べ行ったけど超楽しかった。先輩に夕飯行こうと誘われて飲まないことない。そうだよね、わかるわかる。まあ先輩いないんだけど定食好き。あ、私この間弥生軒行きましたよ。定食頼まなかったけど弥生軒で定食頼まないって。モーニング選択少ないし高かった。私はカレーはボンディってとこ行きました。弥生軒美味しかった、本当に。ランチの方が誘いやすい。なんか私やっぱ友達が、そう、神保町のとこ行きました、本店。私友達がさ、やっぱ芸能関係の子がどうしてもやっぱ多いんですよ、会うってなったら。ってなった場合、その例えばお昼とかだったらね、会社員の方だったらお昼休みとかで誘いやすいかもしれないんですけど、やっぱりね芸能やってる友達って基本的にお仕事がない日って午前中寝てるからやっぱね夜とかになっちゃうんですよね。スペイン、今日はおにぎり食べました。いいですね。私さ、セブン、ファミマか、ファミマの天かす入ってるおにぎりがこの間美味しかったな。長野駅の目の前のファミマにありました。皆さんそれ食べたかったら長野駅の目の前のファミマ行ってきてください絶対東京にも他にもあるけど。一番おにぎりなのは、でもやっぱ和風ツナマヨが好きだな。業界人、奈良子さんいい人できても応援します。ありがとうありがとう。いってらっしゃい。長野はちゃんと長野前だかね。私そのなんとか前とか違いがあんま分かんない。さすがにもち米と普通のお米の違いはわかるけど。今日さ、その
西村家ってマジお米大量なんですよ。おばあちゃんから送られてくるからお米の在庫が大量なんですね。お米とかはもう買ったこともないし、で常に家にお米が有り余ってる状態なんですね。でお母さんは今なんかもち米がめっちゃ余ってるらしくて、今日のご飯はもち米だったんですよ。私久しぶりになんだろうもち米を食べて美味しすぎて感動した。結構さお米はさ硬い炊き具合がいい人と柔らかい感じがいい人と分かれるけど、私は柔らかい方が好きなんですね。もち米ってこんな美味しいんだって思った。え、ふん、おこわとかじゃなくて普通にもち米にあの麻婆茄子そう美味しかった。西村家は結構お米が常に余ってます。あれもうブログ更新された？今日の七子クラブのブログは若干 おばあちゃん家の家から撮った写真なんだけど、やっぱ後ろに大量にお米があって長野だなって感じです。そう、もち、私基本もちもちしてる食べ物好きだから、ね、やっぱさ家にいるとさなんかご飯が出てくるってありがたいよね。本当に本当にこれだから実家を離れられないんですよ。メール来た？よかった。なんかさもっとね七子クラブのさ動画をね今ね、まあ、月2本上げてるんですけど、どういう動画がいいんだろうって思ってて、でねまあ実を言うと七子クラブができる前からもう私が卒業する前からずっとその私の仕事の時にマネージャーさんがカメラ回していたんですよ。なんかそれは、まあ、今後多分ファンクラブを開設したりとか、まあ、いろんなねメディア媒体でファンの方のための動画を今のうちに取りだめてるって言ってて、取りだめはめちゃくちゃあるんですよ。ただなんか今更感があって、正直それを載せることに対してどうするって今めっちゃ話してて、例えば私が稲駅伝じゃなくて出雲駅伝に行く日の車の写真とかすごいなんかそういうねいろいろね動画は撮っていただいているんだけど今更感があって、どうです、それなんかいつか出そうか出さないか迷って。仕事の裏側、そうどうしよう、まあもっとねいろんなことができたら、なんかさこの間3期生の子たちがさなんか人狼ゲームやってたじゃん、なんか超面白いって思って、3期だっけやってたよね。だからさえそれやりたい私もって思って、イルミナスでもさスタッフさん顔出しできないからなんか誰かとやりたい人狼やで、人狼ってやっぱさ面白いよね、性格出るからさ。え、じゃあ私の生誕でやるえ、やりたいんだけど。それこそなんかそう生誕祭はまだねいろいろ決まってはないんだけど、
まあ、企画とかはちょいちょい何しようかなとは考えてて。え、人狼やりたいんだけど。え、でそうだね、ファンの方とかに誰が一番人狼だと思うかみたいなことも人狼やりたい、まあでもいろいろ考えてますよ。ただねやっぱね、そういうのってねゲストが大変なんだよね、なかなかね。なんかさ、その日の日程を抑えることって難しいじゃないですか。その仕事柄その日程近くならないとその日空いてるか分かんないっていうゲストの子もいるし、特に芸能のお仕事ってそうなんだよね。もうだって明日の予定も分からない時あるからさ、人狼勝てる自信ない本当に。え、っていうかめっちゃ面白いのがさ、アモングアスっていうなんか人狼に似たオンラインゲームがあって NCT 内で超流行ってたの。というかもう NCT だけじゃなくもう全国的に流行ってて、 NCT の子もよくやってて、普通に例えば私、みはる、後輩誰か、あとオンラインで適当にランダムで構成された一般の方3人とかね、とかでやってて、あれってそのシンキングタイムになった時に誰が人狼だと思うかみたいなチャットでやり取りがあるのよ。顔出し名前出しは全くないよ、文面だけなんだけど、で私はあの人が怪しいと思う、私はこの人が怪しいと思うみたいなことを言い合うんだけど、みはるとかさ、なんかもうその何番の人が怪しいと思うって書かれた瞬間にそのもうなんかバレたって思ったらしくて退会しててやばいバレた、どうしよう、え、もう怖い、どうしよう、あ、もう無理だ無理だ無理だ、私やっぱ向いてないよ、無理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 、あ、もう無理、負けるって言って退会しててで結局あのこっち側が勝利みたいなその気持ちわかる無理無理、こんなにこんなにさえいろんな人からお前が人狼だって言われたら無理って言って、一時期アモンガスめっちゃやってたわ。それこそ仲良しの庄司めいちゃんと夜中3時ぐらいまでアモンガスやってて、めいとね電話しながら LINE 通話しながらやったのアモンガスを。難しい。でランダムで結構やってるからメイが人狼の時とかやっぱ電話ずっと電話してるからなんとなくわかるんだよねあ、メイの言葉数減った、あ、これ多分メイ人狼だなみたいなそう、品川庄司さんとやってて嘘だよメイとやってたんですよ。なんかさ、私はさアイドル7年やって卒業したんですけど、メイってグループでねユニット活動してからもう十何周年なわけじゃないですか。マジですごいなって思ってて、私本当にすごいと思ってる。もちろん学生時代から彼女のことはすごいなって思ってたけど、大人になってからのがよりすごいって思うよね。そう、メンバーも変わらないしさ、まあ、1人であの抜けた子はいたけどさ、なんかさ今4人でずっと活動してるわけじゃん。私たちのグループはさ正直1人が抜けたところで良くも悪くもグループは続いていくわけじゃないですか。正直もう人数がたくさんいるからこそ1人がいなくなったら CD が出せないとかそういう状況じゃ全くないわけで、
一人が抜けたからコンサートができません、劇場公演できませんとかそういうわけじゃないじゃん。たださ、彼女たちは一人抜けたら私たち以上にグループが大きな影響があるわけじゃん。だからこそ自分の未来とともにグループの未来も一生懸命やっぱ私たちよりもより考えていくわけだから、そういったね覚悟を持って人生の選択をしているわけだから、もう本当にすごいなって思ってる。マジで女子流本当にすごい。皆さんもぜひ東京女子流チェックしてみてください。私思うんだけど、皆さんなんか例えば NGT のことをね応援してくれてる方が多いと思うんですけど、他の推しとかいるんですか？全く関係ないグループで、48以外で。実は日向坂の子が好きです。イコラブのあの子が好きですとかさ、あやっぱいるんだ、追いかけきれない。まあそれもあるけどね。 NGT のみ、あら素敵。福岡ソフトバンクホークスが好きですあのちゃん面白い、なにわ男子です。あダン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 、大体卒業してもうた。 SNS はチェックしてるから、ああなるほどね。7個1つでいけた。イコラブのサナツン好きです。イコラブすごい大人気だよね。 NGT だけ昔からネギ行こうとしても、ああそうなんだ、いません。結構みんな推しはいるんですか？去年の12月から公演行ってない。あらそうなの。なんか劇場公演10周年の時とか呼ばれたいな、 OG として呼ばれたいな。え待って、今年の違う、来年か、来年の1月が劇場8周年なわけでしょ。28歳か私、28歳か。そっか、10周年の時28か。10周年の時にさ何人一期生いるかな。だってレイニャーとかまだ24なわけでしょその時。ひなたも26。ガタ姉さんはいる。ガタ姉さんいる。ガタ姉さんいてほしいね。ガタ姉さんもしいてくれたら、多分でもガタ姉さんその時に多分子育てもしてる。多分 NGT にも在籍してるけど子育てもしてると思う。もう多分男の子いると思う。幼稚園、幼稚園じゃない多分。ああ幼2歳ぐらいじゃない、うん。とガタ姉さんその時多分もう想像つくよな今日はこのあと保育園のお迎えがあるので今日は1曲しか参加できないんですけれどもあの土日の日夜公演今日は今日は1曲だけの参加となります。この後はお迎えに行ってきたいと思いますみたいなね。で昼公演はギリギリに来るみたいな子育て優先今お迎えに行ったばっかり今日はママ友とのランチなので、でもなんか意外とこれ私のめっちゃ勝手な考えだけど、なんかひのちゃんとかのがそうなってそう
お母さんアイドルひのちゃんやってそうじゃない？すいません今日はあの娘がちょっとみたいな娘がちょっと三者面談でなんかマリナよりひのちゃんとかの方がなんかお母さんアイドルやってそう。大人 AKB の人そんな感じでイベント途中で帰ったの。あ、マリリ、え？マリリさん、塚本マリコさん。そう、配信で子供の泣き声、ひのちゃんがこうやって歌歌って配信してたら、って泣いちゃって、ひのちゃんが途中で、すいません、ちょっと一旦切りますって言って。で20分後くらいに帰ってきて、すいません今泣き終わりましたって言って村長？村長は多分結婚遅そう結婚遅そうだな。そのはるちゃんはめっちゃいい意味で人に興味ないからさっぱり。あ、でも人に興味ないランキングで言ったら川越サーヤなんだけどサーヤって本当にいい意味で人に興味ないの。だからもう絶対人の悪口言わないの。だから私ね、実はサーヤとかね結婚ね遅いと思う。私の予想ね、なんかあんなに可愛いし超綺麗だから、でも綺麗すぎて多分寄ってこないと思うし、モテるけど近づいてこないじゃんサーヤって、おそらく相手がね。でサーヤもいい意味で他人に興味ないから、まあそれがサーヤの私はもうめちゃくちゃいいところだと思うけど、やっぱさ人に興味を持ってる人ほど人のことをすっごいよく見ちゃうから、人のことを好きになったり嫌いになったりとか、なんか時には悪く言っちゃったりとかがあると思うけど、サーヤは本当にさっぱりしてるから、あのうん、サーヤはおそらく悪口は言わないけど、悪口を他人からねえこういうことがあったのって多分聞いてあげる係だよね。サイヤ面白いよな。サイヤ会いたいな。なんか私結構好きよ。サバサバ、うん、なんか私はあのこれね本当に私の勝手な意見なんですけど、私サバサバしてるのっていう人苦手あの本当にサバサバしてる人それ言わないからみたいな私はね全然サバサバしてない、自分でも分かってる。すっごいいろいろ根に持つタイプだし、一度されたことは結構覚えてるタイプのね、もう私はもうめっちゃめんどくさ女なんだけど、なんかそんな私が思うのは、私本当にサバサバしてさっていう人はダメでもこれはでも分かるでしょ、私サバサバしてるんですっていうタイプ。あ、自分男っぽい、あー自分、そう、サーヤは自分のことサバサバと思ってないから面白いよねサーヤは自分がサバサバしてることに気づいてない。私サバサバしてるんですっていう人面白いと思っちゃう。あんま出会ったことないけど、私はそれに騙されたことある。あーサバサバしてるって言って全然ネチネチだったっていう。でも私正直女の子で、わこの子サバサバしてるなって思ったことあるの正直マジで今までの人生でサーヤぐらいなんだけど、
今超考えたけど、サバサバと無神経なのを混同してる人はいる。ああ考えたことなかったけど確かに。サーヤが3期生と仲良くするとマッシーがやきもちやき、マッシーネチネチですね。マッシー大好き。マッシーそういうタイプなんだ。やばい、サバ缶高い、サバ缶高いのかな、全然関係ないから。でもそういうなんかネチネチ系の子私好きだけどな、私どっちも好きだな。なんかあれかも、多分私が多分一番めんどくさいタイプなのかもな。私はめんどくさいですよ。なんかよく何考えてるのか、本当のこと何考えてるかわからないって言われる。でもそれは正解なの。そうな、でもそう、これね私のね本当に良くないところなんだけど、なんかね自分が例えば A と B どっちがいいかって言われて、私は A がいいと思ってるとするじゃん。その意思は固いのよ、 A がいい。でも周りが B とかそういう風潮だったらもう別に私は A がいいと思いますとも言わずに、もう話し合いがめんどくさいから、ああもう全然 B でいいっすよって言っちゃうタイプなのよ。その話し合いを結構私避けがちなのね。それ本当に私良くないなって思ってて、来年度私ちゃんとそういうのをやめようって思ってるの。だからなんかショールームで時々みんなコメントして、奈々子ちゃんと話し合いしたって。なんかそのさ、そのなんか話し合いとかがめんどくさいからもういいや、で別にそれで不機嫌になるとか全くないです、本当に。本当に良くないところだから、と私が一番ネチネチしてるかもね。でみんなちゃんと、例えば私が実はこれすることになりましたっていうショールームとかやってたら、奈々子ちゃんと話し合ったちゃんとって言って、そうストレス溜まった後で爆発するからやめた方がいいと思う。そうそれね言われるんだけど、私ストレスはたまらないと思うんだよね。大型っぽい考えわかる、何でも結果何でも OK なんだよね。自分はこうしたいっていう考えはあるんだけど、結果まあその道も OK だよねって思っちゃうんだよね。でもこういう人絶対いると思う、私と同じ人。結果まあその道でも絶対悪くはならないっしょ、まあまあって思っちゃう。そうだから定期的にそうコメントして、そう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 、場がまとまるならそれで、いやいや本当にそうなの、そうそうそう、もうこの方のコメントを固定のツイートにしたいぐらい。固定したいぐらい、 YouTube だったら固定コメントにしてるぐらい、一番上に。そう場がまとまるならそれで、本当にそれが一番、それが一番いいし、それをしてるのが自分の正解だって思っちゃうんだよね。これは結構悩みかも。今度さ、私多分夜中とかに配信すると思うの、ちょっと今考えてて、一回夜12時ぐらいから配信してみようかなと思って、その時にちょっと私の悩みを聞く回にしよう、聞いてもらう回にしようかな。
おそらく皆さん私よりもたくさん長く生きていると思うから、私の悩みを聞いてください。まあ悩みって全然大した悩みじゃないんだけど、金曜日の夜とかに12時から配信しようかなって思ってんのじゃあそろそろショールーム終わりにします。待って、今日は西村駅伝のウェブマガジンが更新されるので絶対皆さん見てください。佐久長聖高校第2弾というわけで、13位秀じじさんありがとうございます。12位安幸さんありがとうございます。11位圭介さんありがとうございます。10位つとむさんありがとうございます。9位セッテンガーさんありがとうございます。8位ジズーさんありがとうございます。7位ムーさんありがとうございます。6位僕ってマッスルさんありがとうございます。5位ゆうたさんありがとうございます。4位こうせいさんありがとうございます。3位お茶とうまんさんありがとうございます。2位チェロさんありがとうございます。1位しんさんありがとうございます。ということで配信ありがとうございました。今日は西村駅でウェブマガジン更新されますので、ぜひ見てください。バイバイ、ありがとうございました。